トヨタ自動車は15番の安本、33番のステファニー、そして富士通は8番町田、そしてうわよく奪ったナイスプレー、いやうまさがありますね。8番の内野が入っています、はい、いやルーキーとは思えないですよね、山本選手ナイスリバウンドからのプレー奪いましたね。前節でもいいプレーをたくさん出した山本です。バスケットライブ